憲法は条で防衛なんですよ予想が責められてもこっちから攻め手伝いに行くというやり方はもう明らかにそれは憲法をどう読んでみても9条には解釈できないまた、村山元総理も内閣が自分たちの都合のいいように勝手に解釈を変えることは許されないと安倍総理の姿勢を厳しく批判しました。 さらに戦後70年の総理談話について村山元総理は植民地支配と侵略への反省とお詫びを盛り込んだ戦後50年の村山談話を踏襲するよう求めました河野元議長も歴代内閣の談話から絶対に交代してはいけないと釘を刺しました